からです。黒沢さん、こんばんは。こんばんは。お伝えします。三重県尾鷲市では、お年寄り同士が交流する機会を作ろうと、昭和30年代を中心に流行った歌声喫茶を再現する歌の集いが開かれました。この催しは、お年寄りたちが交流を広げ元気になるようにと、三重県尾鷲市のまちづくりの拠点天満荘で開かれました。60代から80代までの合わせて30人が集まり、地元で活動しているアコーディオン奏者の峰聖也さん71歳の演奏で童謡や歌謡曲を歌いました。このうち昭和35年にヒットした「いたこ花嫁さん」という曲では、ギッチラギッチラという船を漕ぐ仕草の掛け声を入れながら歌っていました。このほか、リンゴの歌や知床旅情など懐かしいメロディーが次々と流れ、歌声が次第に大きくなっていました。81歳の女性は、こんなに楽しいことはありませんと話していました。天満荘を運営する松井松美さん75歳は、みんなが楽しそうでした、今後も開きたいと話していました。名古屋からお伝えしました。はい、続いて関東甲信越地方のニュース、東京から横山がお伝えします。仕事を希望する人に月に3万円ほど稼げるなどと言って有料で登録をさせ、ほとんどの人が収入を得ていなかったとして、消費者庁は東京の会社に対し3ヶ月間勧誘業務を停止するよう命じました。命令を受けたのは東京渋谷区のアグレッシブです。消費者庁によりますと、この会社は研修を受ければパソコンを使った在宅ワークで月に3万円ほど稼げるなどと勧誘し、初期登録料として3万7000円、研修費用として月に1万6000円を支払わせていました。ところが、研修をクリアするのが難しいため、途中で7割余りの人が辞めていたほか、研修を終えても月に4000円の斡旋料が必要で、ほとんどの人が収入を得られていなかったということです。消費者庁は、実際とは異なる内容を告げて勧誘した行為などが特定商取引法に違反するとして、この会社に対し明日から3ヶ月間勧誘業務を停止するよう命じました。アグレッシブは、処分を厳粛に受け止めている、法令遵守に努めていきたいと話しています。東京からでした。続いて東北地方のニュース、仙台からです。相馬さん、こんばんは。はい、こんばんは。お伝えします。宮城県七ヶ宿町では湧き水に育てるプラントと山のしずくのため最盛期を迎えています。山のしずくは蔵王連峰の湧き水で育てるプラントで、七ヶ宿町では2020年から14年ほど間およそ4ヘクタールの水田で生産しています。このうち江ノ原地区の専業農家八島哲也さんのおよそ1ヘクタールの水田では、今月中旬から田植えが始まり、今最盛期を迎えています。山のしずくは田植え場に土壌に滝の殻を巻いてミネラルを飛ばせたり、湧き水を入れる水路に木炭を入れて水をきれいにしたりと手間がかかります。ほのかな甘みや粘りのある食感は国際的な国境でも高く評価されています。八島さんはとても美味しい米なんですが、農家の高齢化などで担い手が年々不足しているので、若い人たちにもっと七ヶ宿に来てもらって米作りに関心を持ってもらいたいですねと話していました。田植えは今月いっぱい続き、秋に収穫された山のしずくを町内の直売所で販売されるほか、仙台市内の契約している飲食店で出荷されるということです。以上、仙台でした。お伝えします。ロシアなどに生息し絶滅危惧種にも指定されているチョウザメが、今朝日高の浦河町の沖合で捕獲されました。捕獲されたのは主にロシアのアムール川などに生息し絶滅危惧種に指定されているダウリアチョウザメとみられ、大きさは体長がおよそ2メートル、体重はおよそ70キロです。今朝、地元の漁師がマスなどを取る定置網にチョウザメがかかっているところを発見し、漁協に連絡しました。漁協では、チョウザメを水槽に入れて保管し、明日、恵庭市にある研究機関に送り、
種類などを詳しく調べてもらうことにしています。チョウザメを保管している日高中央漁協小木伏支所の高橋健一さんは、こんなに大きいチョウザメは見たことがなかったのでびっくりしました。町内でチョウザメが捕獲されたのは30年ほど遡ってもないと聞いていますと述べていました。チョウザメの生態などに詳しい北海道大学水産学部の足立真嗣教授は、正確な原因は分かりませんが、雨量の増加や温暖化で雪解け水が増えて海流の勢いが強まったため道内まで流れてきたのではと推測できますと話していました。以上、札幌でした。特徴を進んでお伝えしました。さて福田さん、はい、沖縄と奄美は梅雨入りしていますが、気になる今後の雨、見通しはどうでしょうか。今日気象庁が発表した3ヶ月予報では、来月6月は沖縄や奄美では雨の量平年並みか多くなる予想ですが、西日本と東日本は平年並みか少なく、北日本は平年並みの予想です。そして梅雨の後半にあたる7月は東日本や西日本を中心に雨の量が、来月の9月は西日本や東日本では平年並みか高く、沖縄や奄美では高い予想です。ですから真夏になる前から熱中症にはお気をつけください。 NHK 今日のニュース、野村雅彦と横山明子、福田博之がお伝えしました。今夜はこれで失礼いたします。審議入りしますね。戦後日本の安全保障政策の大転換といわれる法案の審議だけに注目されます。どのような点が議論になるのか詳しくお伝えします。ネパールで先月25日に起きたマグニチュード 7.8 の大地震から今日で1ヶ月になります。およそ700メートル、犠牲者の数は8700人を超えています。現地の今の状況、どのような支援が必要なのかお伝えします。そして今日の特集に登場するのはこの方です。73歳で駒澤大学の六教学部の社会人枠で入りました、金ちゃんです。先月73歳で大学生になった萩本欽一さん、どんなキャンパスライフを送っているんでしょうか。たっぷり伺います。10時26分頃からです。NHK ジャーナルはスマートフォンやパソコンなどからネットラジオのラジルラジルでも聞きいただけます。まもなく目的地です。最初は後半国会の焦点となる安全保障関連法案についてです。明日衆議院本会議で法案が審議入りするのを受けて、衆議院の特別委員会でも法案の趣旨説明を受けた上で、明後日から2日間実質的な審議を始めることなどで与野党が合意しました。安全保障関連法案は明日の衆議院本会議で安倍総理大臣に出席を求めて趣旨説明と質疑が行われ審議入りします。これに関連して安倍総理大臣は自民党の役員会で、切れ目のない法整備によって抑止力を高め国民の安全のリスクを低くするための法案であり、本質的な議論をしっかりやっていきたいと述べました。自民党の谷垣幹事長は、